カレン県は中華民国台湾省東部に位置する県。県政府所在地はカレン市。カレン県は台湾東部中央に位置し、南北1 3 7 5トル東西広市約4 3トル西は台湾中央山脈、東を太平洋に面する地勢である。面積は同国の県内で最大であるが、大部分を山岳地帯が占め、 平地は7%に過ぎない。人口の大部分もこの平地に集中している。地理学上は中積線地形が形成されており、この地域は花東建谷と称されている。東岸の東岸山脈は400万年前という比較的新しい時代に形成されている。標高は高くなく、東岸山脈の最高標高は1682メートルである。これに対して、 中央山脈では3000メートル以上の山脈が続き、南湖大山、平山、収集止め、蘭山など、台湾島を代表する山岳が連なっている。東海岸の総延長は124キロメートル、多くは海に河川が流れ出た影響で浸食を受けており、景観地点として有名である。特に有名なのは、平家南側の清水断街であり、 1000メートル以上を誇る、その高さは、ソハナ航路での最大の景観地となっているが、落石による災害も頻発している。元は、原住民族であるアミ族、サキザヤ族、タロコ族などの居住する土地であった。カレンは元来、キライと称されていたが、このキライは、サキザヤ族の地名である。カレン剣士によれば、1622年に、スペイン人が来航して、 先の採取を行い、タラマンと呼んでいたとある。カレンコーは流れが速いことから、ランコーと呼ばれ、それが、新代にカレンコーと呼ばれるようになった。漢人が初めて入植したのは1851年であるが、当時は台湾東部への交通は回路に限られており、それは日本統治時代の1932年に臨海道路が開通するまで続いた。その当時は、 多くの日本人移民がこの地に入植していた。日本統治時代は、五州三町の一つである、可憐校長となっていた。1945年以降は、中華民国により領有されて、可憐県が設置され、現在に至っている。この地は、現在、肝人が多数派ではあるものの、原住民族の人口が、全体の、約4分の1を占めている。阿弥族、 サキザヤ族、タロコ族、セデック族、クバラン族などが住んでいる。県庁高中、公職以下の教育機関は、株行政区域の項目を参照。AB 中華民国、西部政治。中華民国、西部政治前旧市人望中華民国、西部政治。2019年11月14日閲覧。その名残で、アミゴでは、カレンをカリンコと呼ぶ。 鉄道文化園台湾文化部科連研吉安慶州院台湾文化部。ありがとうございます。